はい、青春へみつけちゃあばです。今回は千葉県トイパトということで、休日を使って1日でね、14店舗の方を回ってきました。今見てもらってる順にお店の方を回ってきたんですけれども、今回ね、ホビーオフブックオフ系が8店舗、鑑定団系が3店舗、セカンドストリート系が2店舗、アンティークショップが1店舗、駿河屋系が1店舗の合計14店舗を1日で回ってきたんですけれども、かなりね、タイトな過密なスケジュールだったんですけれども、トイパトしてきました。トイパトって簡単に言ってるんですけれども、まあトイパトロールですね、おもちゃのパトロールの方を回ってきました。それではね、実際のルートの方を見ていきましょう。はい、それでは Google マップの方を使って移動スケジュールの方を見ていきましょう。自分は印西市の方に滞在していたんですけれども、最も遠くて一番オープンの早いホビーオフ市原店さんの方にまずはね、10時に到着するように向かいました。やっぱり移動時間もバカにならないので、なるべく遠くて早くオープンするお店に開店と同時に向かうことが必要になってくるかと思います。そこからは徐々に北上しながら滞在先の印西市に帰っていくような形でお店の方をパトロールしていくんですけれども、こういったパトロールの仕方をすると、最悪近場がパトロールできなくても夜間とか空いている時間でね、お店を回ることもできるかと思うので、休日を使ってのパトロールというと、なるべくね、遠いところから攻めていくのがセオリーなんじゃないかなと思います。ただね、だいたいね、滞在時間というものは1店舗あたり約15分から20分程度ですね、多くても20分といった感じで、かなりタイトなスケジュールですね。もちろんね、昼食なんかも前日に菓子パンなんかを買っていて、移動しながら車の中で食べるといった感じでパトロールすることで、より多くのお店を短時間に回ることができます。はい、ここからね、実際トイパトロールの風景の方をご覧ください。まずはね、こちら市原のホビーオフさんなんですけれども、最も遠くて朝10時オープンだったんですけれども、お店一番乗りといった感じで店内の方に入りました。で、売っていたものというと、こういった感じでね、ポピーの超合金関係がジャンク品ではあるんですけれども、袋に入って割とね、1000円台の価格帯で販売されていました。こういった感じで店内のレトロ玩具を中心にピンポイントでね、撮影の方をしてきているので、このチャンネルを見てくださっているレトロ玩具好きの方からすれば、今回回ってきた14店舗の全てというわけではないんですけれども、ポイントを絞ってレトロ玩具を中心に撮影の方をしていっています。この辺はね、絶版プラモデルなんかもいろいろあって、割とね、面白いホビーオフさんになっていたんじゃないかなといったような印象です。こちらはね、アムロのガンプラなんですけれども、バンザイマークのアムロだけ売っているというのもね、逆に珍しいですよね。今回の動画内にもアムロ以外がたくさん売っているお店なんかはあったんですけれども、アムロだけが単体で売っていました。ちょっと買おうか迷ったんですけれども、今回もトイパトロールでいろんな戦利品があるんですが、戦利品動画としましてはまたね、後日公開の予定になっていますので、まだね、青春秘密基地のチャンネルを登録されてない方は、ぜひね、この機会にぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。なので今回ね、千葉県の方からもかなりのね、おもちゃや雑貨なんかも購入しているんですけれども、今回ね、こちらのパトロールだけではなく、個別にね、動画をね、アップさせてもらうような個人店のアメトイショップさんやレトロ玩具ショップさんなんかの撮影なんかもお伺いしているので、そういったところで購入したものや、いつもよく行くね、馴染みのおもちゃ屋さんで購入したものなど、今回もね、目白押しな戦利品紹介がお届けできるかと思いますので、今回のパトロールで購入したものもあるんですけれども、あえてね、何を買ったとかね、買っていないというわけではなくね、自分の気になる商品、気になるエリアの方をサクサクと動画の方にまとめているので、またね、実際ね、この時足を運んで撮影した時からかなりね、タイムラグもあるので、実際ね、お問い合わせしてももう商品がない場合も多いかと思いますし、商品をね、確認をしていただいて購入してもらうというよりは、各店舗のね、雰囲気とか、このぐらいのね、量のレトロ玩具を所有されているお店だということがね、分かる程度の動画になっているかと思うので、一応レトロ玩具系のコーナー全般的にはかなりね、お店の方をくまなく見てきたつもりなんですけれども、ただお店によってもね、かなりね、ばらつきはありました。やっぱりね、今回ね、ホビーオフやブックオフ系のお店が非常に多かったんですけれども、やはりね、ホビーオフさんはレトロ玩具系の品揃えもね、強いかなといったような印象で、逆に鑑定団系は結構期待はしていたんですけれども、現在の鑑定団というとあんまりね、そういったレトロ玩具はね、多くないですよね。鑑定団といっても万代書店さんや鑑定団系やお宝中古市場といった感じで、かなりね、名称の方も様々なんですけれども、グループ会社だと思うんですよね。
地域によって呼び方や店名が違うだけで、会社としては同じ会社なんじゃないかなと思うんですけれども、昔は結構ね、万代書店系なんかはレトロ玩具をね、一番最初に置き始めたリサイクル店と言っても良いかと思うんですけれども、本当に、ね、最初の万代書店はね、面白かったですよね。当初はね、自分も結構初めてね、超合金とかそういったものがね、こういうリサイクル店で購入できるといったようなかなり衝撃を受けたんですが、その当時の印象とはね、別にね、今はどちらかというとブックオフさんやホビーオフさんの方がそういったね、レトロ玩具系には強いのかなといった印象で、こういった形でね、今回は千葉県のパトロールだったんですけれども、以前ね、宮城県のパトロールの方もやっています。宮城県パトロール自体も確かに1日ね、13店舗の方を回ってきたんですけれども、同様の印象でやっぱりね、ホビーオフさんやブックオフさんがレトロ玩具系には強いといったような印象で、仙台宮城エリアでは万代書店といったような名称でお店の方があったんですけれども、今回は鑑定団系にはなっているんですが、どちらもね、現在のところはブックオフとホビーオフさんが強いといった感じで、今回スーパーセカンドストリートやセカンドトイさんといった感じでセカスト系のおもちゃなんかもパトロールしてきたんですけれども、やっぱりこちらもね、レトロ玩具系にはね、あんまり強くないといったような印象でした。でなんだかんだね、一番今回強かったのが、今見てもらっているアンティークのリサイクルショップの黒猫堂さんなんかは、かなりね、昭和レトロ玩具が目白押しといった感じで、たまたま通りかかってパトロールの方に急遽入れたお店ではあったんですけれども、今回はね、チェーン店系ですよね。ブックオフやハードオフ、セカンドストリートや鑑定団系を中心に回る予定でいたので、そういったところをね、 Google マップの方で事前にチェックの方を入れて、先ほど見ていただいた Google マップ上でシミュレーションとしてね、ルートの方をある程度頭に入れた上で回っていたところ、途中でたまたま見かけた骨董品屋さんがちょっと気になって入ってみようかなと思って入ってみたところ、思わぬね、お宝がザックザクといった感じで、こう見てもらっている中でも今回最もね、ボリュームがあって怪しげで、なんかね、お宝が眠っていそうな、そんなね、アンティークショップになっていました。そういった出会いもあるので、やはりね、おもちゃをパトロールしながらもお店もパトロールといった感じで、思わぬお店に出くわすこともやっぱりあるので、常日頃のね、おもちゃパトロールというものはかなりね、そういった面では幅広い刺激の方をもらっています。またこの日もね、他のお店なんかも駄菓子屋さん系を撮影させてもらったり、昭和レトロ玩具系のお店とアメリカン雑貨系のお店と、この他にね、3店舗の動画の撮影の方もこの日にね、させてもらっているので、そういった面ではね、もう一日ヘトヘトと言いますか、クタクタと言いますか、こんな感じでパトロールの動画を見ていただければわかると思うんですけれども、徐々にね、日が暮れていくのも分かってくるんじゃないかなと思います。またこの日はね、あいにくの天気だったので、曇ったり雨が降ったりといった感じで、一日ね、あまりね、いい天気ではなかったんですけれども、本当にね、忙しく回ってきました。もちろんね、先ほども言ったように、昼食なんかもどっかでね、ゆっくり美味しいもんでも食べてくればいいんですけれども、とてもね、そんなスケジュールでね、余裕はないので、前日に買ったコンビニのパンなんかをね、移動中に頬張りながら回ってきたといった感じで、ただね、やはりね、おもちゃを集めるにあたって一番のね、やはりね、基本中の基本は足で稼ぐということだと思うんですよね。そういったことからも、たくさんのおもちゃを見ることによって知識や目の方も肥えてくるかと思うので、やっぱりね、お店に足を運んで実際ね、レトロ玩具もそうですし、レトロ玩具じゃないものや様々なものをね、目にしたり手にすることによって、改めてコレクションの幅が広がったり、欲しいものが変わってきたり、また思わぬ衝動買いをしてしまったりと、こういったパトロールというものはほとんどね、探していたものを見つけて買うというよりは、思わぬものと出会ってしまって、初めて見たけど可愛いなとかビビッときたなといった感じで購入することが自分は結構多いです。やっぱりある程度メジャーなものだったり、探しているものというものは、こういったお店はやっぱりね、まだまだね、価格帯が高いんじゃないかなといったような値段設定が多いので、やっぱりせめてね、ヤフオクとかフリマアプリの2割増しぐらいでね、販売していれば考えるところもあるんですけれども、結構レトロ玩具系というとどうしてもね、こう倍とか下手したら2倍3倍するお店もあるので、何でもかんでもね、古いものだからやっぱり高価なんじゃないかといった感じで、かなり高額なね、強気なね、値段をつけてくるお店も非常に多いので、実際目の保養にはなるんですけれども、購入するかというとなかなか購入までに至らないことが多いですね。そんな中ね、ただね、自分も知らなかったようなおもちゃや見たことないような雑貨なんかが急にね、目に飛び込んでくることもあって、そういったものは探していたメジャーなね、レトロ玩具というよりは、今買わなければ二度と出会えないんじゃないかなといったようなものも多いので、そ
そういったものをねパトロールで購入することが自分は多いですね。ただね、一日を通じて細かいものをね見たり触ったりしていると頭の中もチラチラしてきて目も血走ってくると言いますか、もっと何のためにパトロールしてるのかなと思う時たまにあります。ただね、やはりね皆さんにね少しでもね動画の方で楽しんでいただけたらなということもあって頑張って今回14店舗の方を撮影してきました。こちらはねコスモスの縦型のねガチャガチャの方が現在ね稼働中のものがあったので、そちらの方はねもちろんねやってきました。これでね鑑定団系や万代書店系に行くと時々ねコスモスのこういったねまだ稼働するものがねちょこちょこあるんですよ。自分も動画でねかなりのね回数コスモスやってるんですよ。やっぱり今回はね千葉鑑定団さんでもやりましたし、川越かな、川越の鑑定団さんや山梨のお宝中古市場の万代書店さんかな、あとは仙台の方では消しゴムコレクターの第一人者のワッキーさんがプロデュースしてるねコスモスのガチャガチャの方もしてきましたし、あとはお台場横丁の方でもコスモスのガチャガチャをやってきてますし、中野ブロードウェイでもやってますし、結構ねそう思うと 5,6 箇所でねコスモスのガチャガチャなんかもさせてもらっているので、また時期を見てねコスモスのガチャガチャ特集みたいなものも動画の方でねアップできたらなと改めてねちょっと動画をね撮影して編集しながら思いましたね。だからこういった形で古き良きねコスモスの縦型のガチャガチャなんかもなんとかねメンテナンスをされて今なおね稼働中といったようなねお店もちらほらあって、やっぱりね嬉しいですよね。簡単に300円で当時のね本当にね押し心地と言いますかね、レバーの引き下ろし心地と言いますかね、本当にね当時を思い出させてくれるので、中に何が入っているかというよりはメンテナンスやそういったね苦労の裏側に気軽にね今でもね体感できるのは感謝したいなと思います。今回は見てもらっている店内のレトロ玩具の映像と自分のねアフレコとは一切ね関係ないような感じで、ただね自分でね感想を踏まえながら一人で喋っているんですけれども、それでもやっぱりねトイパト面白いですよね。皆さんもねこういった形で、まあ14店舗まで過密にね回る必要はないかとは思うんですけれども、時々はね地元のホビーオフさんやブックオフさんや、またね鑑定団系やセカスト系など様々なねチェーン店関係のおもちゃを販売するお店あるかと思うので、定期的にねトイパトするのもね楽しいですし、新しいおもちゃとの出会いというものもあるかと思うので、ダメ元ぐらいでね回られるのがいいんじゃないかなと思います。またもう少しねお店の数を減らして、古着なんかもね自分ね割と好きなので、そういったエリアの方も本当はね見てきたかった感もあるんですけれども、今回はね本当にねおもちゃの中でもレトロ玩具に絞ってパトロールの方をしてきたんですけれども、こういったねチェーン店系関係のリサイクルショップというものは皆さんのね身の回りにもねあるかと思いますし、またね気軽にね店内に入って商品をパトロールできるというものはチェーン店系の強みになっているんじゃないかなと思います。そういうとこからすると数はそこまで多くないですし、専門的な商品なんかも少ないかとは思うんですけれども、そんな中にねキラッと光るレトロ玩具なんかを見つけた時にはこれぞお宝発見といった感じになるので、なかなかねお宝がキラッと光ることは少ないんですけれども、それでもね何かがあるんじゃないかと期待をしながらパトロールするのは良い刺激になっているんじゃないかなと思います。最後はこちら、自分が滞在していた印西市のセカンドトイさんの目の前にあったビッグホップの大きな観覧車と大きな恐竜の映像でさようならしたいと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします。またおすすめ動画も貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。